サンバージー・ボーンスレイは、インドのデカン地方にあったマラーター王国の第二代、国王。サンバージー像1657年5月14日、サンバージーは、マラーターの指導者、シバージーの息子として生まれた。1665年6月11日、父親のシバージーが、ムガル帝国との講和条約、プランダル条約を締結した結果、サンバージーは、シバージーと共に、 ムガル帝国の進化となった。1666年5月12日、サンバージーは、シバージーと共にアウラングゼーブとアーグラで面会したが、折り合いがつかずに、アーグラ城で遊兵された。サンバージーとシバージーフ氏は、同年7月22日に城を脱出し、ムガル帝国領のマトラー、クワーリオール、インドールなどを経由しつつ、9月12日あるいは11月20日に、 ラーイガド城に帰還したとされる。10月9日、父親シバージーは、アウラングゼーブと和解することにし、サンバージーをアウランガーバードへ向かわせた。そして、アウランガーバードに着いたとき、ムガル帝国で乾燥徳のムアッザムに歓迎され、11月に、サンバージーが帰還した後、アウラングゼーブにシバージーと和解したことを知らせた。1674年6月6日に、父親、 シバージーがマラーター王に即位したことによってサンバージーはマラーター王族になった。1680年4月3日、サンバージーはラーイガド城に集められ、他の家族や父親の進化と共に見取りながら、父の死を見守ったとされる。サンバージーの共造父が救世した時、シバージーには二人の息子、サンバージーとラージャラームがいた。父の死に際し、サンバージーは、 軟禁状態にあったため、弟ラージャーラームの母、ソイラーバーアイは、自身の息子を大いにつけようとした。サンバージーはこれを聞くと直ちにラーイガド城へと向かい、その母ソイラーバーアイを抑え、ラージャーラームをラーイガド城に軟禁状態にした。後、ソイラーバーアイは毒殺された。こうして、同年7月20日に、サンバージーは、父、シバージーの後を継いで、 第二代マラーター王となった。1681年以降、アウラングゼーブが大挙で南下し、マラーター王国との間に、デカン戦争が勃発した。優勢なムガル帝国の軍勢に、サンバージーは追い詰められ、西側と山脈南部のビシャールガド城を離れて、首都のラーイガドへと戻ろうとした。だが、1689年2月1日に、サンバージーは追跡してきたムガル帝国軍により、 サンガメ面シュワルで捕らえられてしまった。サンバージーの処刑場所1689年3月11日、サンバージーは拷問の末、ビーマー川下ンのトラープルで最小と共に殺害された。その後、彼らの肉は犬の餌にされた。AB サタラン AB オタリ2007、ロビンソン、ムガル皇帝歴代史、ピアニッシモ242から243、ロビンソン、 ムガル皇帝歴代史、ピアニッシも242から243。ロビンソン、ムガル皇帝歴代史、ピアニッシも242から243。ありがとうございます。